橋本五郎おしずさまの事件私は世間からバカにされるのが悔しいのでございます。ごもごも語りながら奥さんは女だけにハンカチを目に当てては鳴くのだった。 一通り事件の説明を聞き終わった田坂老人は「では」とまず被害者の様子を見るために主人の養蔵師に案内を願って磨き込まれた長い廊下をついていった応接室を出て左へ問題の離れまでの右側には母屋のおのおのの部屋が続き左側には便所が1か所あとはずっと古めかしい庭になっていた廊下は 最後の部屋のところで一曲がりして曲がった左に離れがあった離れは6畳の双間からなりその奥の間の縁近くおしずさまは今人形たちとお遊びの最中だった武蔵坊弁慶の隣に太田道館のあの山吹の少女がいたりチャールズ・チャップリン氏のステッキの先に大礼服の交換が口ひげいかめしく胸を弓のようにそらしていた 庭のある,外は明るかったその反射で水を通したおしずさまの横顔は美しかった体全体にはまだ発育しきらぬ何かがあったが電部の辺りはもう完全に女だったおしずさまはただ人形の位置を置き換えているのだった金網の中の小猿のように置き換えては置き直ししていた そして時にはその手をやめておっとだが幸福に見えるため息をしたかと思うとほろほろと音もない笑いをした老人たちへは後ろ向きであったがおしずさまの妊娠は一目で知れた疑う余地は全然なかった肩で息をするのさえ痛ましかった きちんと取り上げてあるつやつやしい島田もカツラのように寂しく見えたご覧のとおりですやがては自分が母になるということもあれは知りません顔を背けた要蔵師が低い声でそれだけ言ったその言葉の奥には義妹に対する温かな情けが涙ぐんでいた老人にはよくそれが感じられた お気の毒に存じます。泳ばずながらできるだけは骨折ってみましょう老人はそう答えてやがて導かれて引き返していった細作りの羽織ばかまの老人姿は探偵などという角張った感じを消して日本風のこの座敷によく似ついていた悔しいというか悲しいというか実に変わった事件が 岡本家のおしず様ののおを取りいいて、今怒ってったのだ2。岡本家は土地第一の資産家で不動産だけでも100万円以上あるのだった通りの一角を区切るように間口20軒という格子づくりの店が木材問屋をだいしていた。 奉公人は30人近くもいたがその多くは全国の山や数多い得意先を年中回っていただからいつもは番頭が2人と気の利いた手代が1人と使い走りの小僧が3人それだけで直接店へ来るお客様を取り出しているのだった奥は4人の女中と1人のじいやで十分手が届いていた家族は養子である主人の養蔵師と おさんのおなみさまとそれから妹のおしずさまの3人きり合して14人という矢打ちであったが頭数に似ず屋敷はいつもさみしかったというのは一つには子供のない跡継ぎのないということも大きな原因に違いなかったがそれよりもこのさしさは今年24歳になるおしずさまの そののまれながらの推しであること、同時にすべもない白地であることが方向人一般の心持ちにさえ何か控えめを感じさせていたによらないであろうか世間へ対する親の心がかたくなない田舎かたぎがかわいい娘をまったくの日陰者にしていたのだったおしずさまは小学校へも行っていなかった20年この方 屋敷よりかは知らなかった。毎日離れの六畳で死んだ古くからのばあやを相手にお人形と遊んできたのだった死んだばあや以外にはおしずさまの気に入るものはなかった奉公人はもとより肉親のおなみさまさえ言葉も手まねも点でおしずさまには通じなかったまたおしずさまの心持ちも 毎日の決まったこと以外には決して他のものにはわからなかったそのお静さまがいつの間にか妊娠五か月というではないかはじめ主人夫妻の考えではお静さまは相当な条件のもとに手代の順蔵に使わすはずであった。 純蔵は何ら身寄りのないいわばふとしたことからお浪様が拾い上げてそれまでに育て上げたとも言える人間だったそして全ての点にいい青年であることがかえって道徳的な夫妻の心にいささか二の足を踏ましたのであるがもとより結婚後といえどもお静様に妻としての義務を要求するのは無理なことだし純蔵はまた別に女を囲ってもいいわけだしただ親戚として 岡本家の分家として力になってくれさえすれば夫妻の心も世間体もまた当のお静様にも幸福であろうそれが夫妻の考えなのであったもちろんそれらの考えには純蔵そのものの性質が奉公人の誰よりも番頭よりもより以上に親しみ愛し愛頼めるものであったことが大きな素因をなしてはいただが もっと夫妻の心をそこへ導いたものに岡本家の孤立という一時があったそれは世間に多い親戚間の勢力争いこの場合では続めて言えば当主夫妻に子供のないついには財産問題を予想する現状を取り巻いて死後の親戚が相敵視しともすれば何らかの機会をつかんでおのおの我が勢力を腐食しよう地方を得ようとしているものすごい内情であった だからこの場合の白地とはいえお静様の妊娠は子供の生まれるということはある意味では岡本家の平和を確立する大切な要に違いなかったのだがだが一体それが不才の希望するような孤老のごとき親戚に対して朗らかな一生を報うべき真の救世主であるかないのかそれが純蔵を父とするものならば問題はなかった。 だがその詮索さえ進めるうちにもう三人ものいかに人間の一面が醜悪であるかおのおの背景を持った三人の男が我こそおしずさまの夫であると鉄面皮にも名乗って出ていたのだそしてそのいずれが真の犯人真の子供の父親であるのか状態は何らの証拠もなく証言もなくまた 白地の母が知る由もなく主人夫妻はただ親戚へ対する憤りと三人の後ろには皆親戚がいたお静様を思う悲しさとにこの毎日を悩み通していたのである四。もちろん仲人を立ててではございましたが 最初そのことを詫びてきたのは番頭の急増でございます主人陽蔵氏は老人にそう話した急増はもう40歳に近かったが遠い土地に一人兄があるきり女房も子供もなかったもっともこれまでに3度ばかり店の近所に世帯を持ったことはあるのだがどうしたのか皆続かなかったでこの1年ばかりは 人り者の,の気楽さで下宿で寝たり店へ泊まったりしていた店へ来てからの日時は10年足らずであるが商売には機敏な男で時には一番番頭と口を叩き合うことなどもあった5ヶ月前私の里に死去がございましてお将ともどもちょうど1週間家を空けたのでございますその留守の間についこんなことになってしまいました 養蔵氏はそうも言ったその時店は一番番頭に任せ急蔵には無人だから来て泊まるように言い残して養蔵氏夫妻は立ったのだった急蔵はその留守の間にふと出来心でお静まに近づいたというのだった急蔵が寝ていたのは店続きの奥の六畳で。 そこからお静様の離れまのは廊下で十いく軒の間があるし店の次の間久蔵の隣室には手代の純蔵や小僧が寝ていたのだしいまひとつ奥には女中もいたのだから毎夜久蔵がそこから忍んでいったとすれば誰か一人くらいは気がついていていいわけだが不思議に誰も感づいたものがなかった。ももっともその当時には、 ばあやがおしずさまの都議をしていたのだから急増の申し立てが事実とすればばあやがそれを知っていなくてはならぬはずであっただがこれも都合の悪い時にはしかたもなく負債の帰ってきた3四日してふと風邪気味で宿へ下がったなり急性なんとかで遺言もなく死んでしまっていた何ら急増の申し立てを否定する材料はなかった その後ろにはよくない親戚が頑張っていたおしずさまは急造のもの。生まれる子どもは急造の子どもそしてやがては岡本家の全財産が急増のためにその親戚のために荒らされかき回されるのではないだろうかと夫妻が胸をついたところへさらに第二の お様の夫が現れたのだったこれの中尾戸はバツバツ町のおじなのでございます悪も悪もこれほどゴン太の親戚はございません何かにつけて私たちを圧迫するのでございます大学生といっても怠け者でございます おじののいなのでございます奥さんが声を震わしてそう話したやはり5か月前その大学生も体を痛めたとかでこの土地に来ていたのだったそして松々町よりは岡本家の方が屋敷も広いし静かでもあるしとそこは面白くないとはいえ親戚の間柄で夫妻が葬儀に立つ45日前から 改めて岡本家の方へ来ていたのだった僕はお静様のあの清らかな寂しげなやるせなげなしかも何かイライラとした様子を見るといとおしくていとおしくてたまらなかったのです大学生はバツバツ長のおじにそう告白したとのことであったそれはお静の婿に学士様というのはちとおかしい仲人のわしが考えてもおかしいが 当人同士の間さえよければそれでいいじゃないか後々またこの家のためにもなるしナコードのおじはそういうのだった奥さんは唇を噛んだだがこれも肝心のばあやは死んでいるしおしずさまはおしずさまだしほかの方向人も知ってはいないしどうすることもできないのだった番頭の急造といいこの大学生といい 皆持参金欲しさの財産欲しさの恥も恩義も知らない畜生のような人間だと思いはしたが考えてみればお静ま一人の問題ではなく岡本家の生命に関する重大な事柄であったから夫妻はさまざまに悩んだのだったあるいはそのいずれを真の父親というよりも旧蔵も大学生も共にそんな権利を主張しうる あの嫌な関係をおしずさまに対して持っているのではなかろうかとそれにはまた子どもの生まれる暁をもって血液検査などすることのできないいまいましいそれら二人の男を通しての親戚へ対する恐れもあった私は世間からバカにされるのが悔しいのでございます奥さんが泣くのは一晩ではなかったと さらにまた奥さんを狂気のように悲しませる男がやはり親戚の口を通して第三のお静様の夫を名乗ってきたではないか6その男の口実は前の2人のとは少し違っていた。その男も当時、 問題の起こる最近までもだが常に岡本家に出入りをしていたところからいや急増や死んだばあやに勧められて例の主人の留守の1週間店の一室に寝泊まりしていたのだったがこれは一夜便所の廊下でお静さまに引っ張られてそしてというのだった悪いこととは存じましたが何様 おしずさまがお話になりませんもので、そのついナコードエは心からの様子でそう謝ったというのだった。私は決してお金が欲しいのではございません。ただこの旅のことをお許しくださった上、おいやでもございましょうが、お生まれになる坊ちゃんをさえ引き取らしていただければと思うのでございます。その男は。 表面結婚を望んではいないのだったしかしおしずさまと関係のあった意地をそうかと言って放っておくわけにはいきませんからね中戸に立った親戚はそういうのだったこれにも何ら証拠はなかった肝心のばあやは死んでいたどの方向人も知らなかった誰も彼も地獄の鬼です れれた、大それた、よくもこんなずうずうしいことが言ってこられた仲人帰った後で奥さんは身をもだえて悔しがるのだったどろりと下がったあの汚い片目をえぐり取ってやりたい毛虫のような赤いほくろをかきむしってやりたい誰が誰がおしずの婿などにするものか猫背の小人のさいズち頭の あ,あふぐし者のくせに奥さんの嘆きは無理もなかったこの第三に現れた男というのはもう50歳にも近いあん馬をなりわいとしている盲目の久米市というものであったのである7老人はまず奉公人の一人一人に対して 5ヶ月前のあの1週間を振り返らしてみた夜中便所へ立った小僧もいた夜明けに起きた女中もいただが誰も離れに入るまたは出てくる男を見たものはなかった庭番のじいやはもとよりだった死んだばあやさんはどうしていたねずっとおしずさまとお離れにいたのかねその質問には、 全部の,ものがいたと答えたとえだがいたことがなぜわかるかと聞けばほとんどの者のは富には答えることができなかった中に一人おみよという女中白くのがわずかに答えたお静様もばあやさんもお食事は離れてなさっていましたお膳は私がもったいていましたあの1週間の間は朝も昼も晩も バヤさんはいつものように離れにいらっしゃいましたお風呂の時はほんの少しの間でしたけれど私がばあやさんのお帰りになるまでお静まのお相手をいたしていましたそんなわけで別に変わった様子もございませんでしたしばあやさんはやはり離れにいらっしゃったことと存じますばあやさんが離れにいたとすれば各犯人の申し立てが真実とすれば是非にも 犯人とバヤの間に何かの関係がなななければならない一体30年来も岡本家に仕えてきたという忠義なばあやにそんなあるいは金のために主人を売るといったような暗い秘密が想像できるであろうか何はあれ老人は早速ばあやの出生身寄りの関係性質思考そんなものを調べてみた。 一週間の損否を明らかにするてての事情を探ってみた。だが宿でも書類でも何ら怪しいと思われる点は発見できなかった女中その他の言葉に芯を置けば問題の1週間やはりばあやはおしずさまを守っていたとせねばならなかった問題の1週間やはりばあやはおしずさまを守っていたとせねばならなかった また3人の言を真実とすればそこには何か永久に知ることのできない事情が複在することになるのだったいずれを「是」とすべきか「非」とすべきかだが老人の顔色には何かかえって晴れやかなものが動いていたなるほどそれも面白い方法だな老人はそんなことをつぶやいて やがて手かばんの中から小さな肉ちを1個取り出しそれを懐へ無造作に入れるとまるで散歩といった様子でぶらりと岡本家を出て行ったのだった、8. 岡本家の客室では各犯人を代表する3人の親戚が意義を正しく座っていた。 見るからに頑丈な体つきのゴン太の叔父と呼ばれた男の隣には華奢な祭司風の久米市のナコードが左の肩を絶壁にして扇子をもてあそんでいたその2人に向かってちょうど桂馬係に急増の講演者が背を丸くしていた茶は出ていたが他に人はなかった手持ちぶさたの光景であった彼らは一言も物を言わなかった かなりの間お互いの腹を探り合っていたのだったゴン太のおじが年役に何か話のきっかけをつけようとしたとき誠に失礼をいたしましたと養蚕氏が容姿らしい様子で入ってきたその後ろには田坂老人の顔が細長くおさまっていたこの方は私の九死でございますこちらの方面へご旅行のついでに お立ち寄りを願いました。洋蔵は老人をそんなふうに紹介したおのおの挨拶こそ返しはしたが親戚の3人とも何かそぐわぬ気持ちをはっきりと顔に表していた突然でございますがこの度のお静様のことにつきまして皆様にちとご相談をしたいと存じまして。 老人はどもりがちにそんなことを言った九死もへちまもない突然さだった親戚たちが顔を見合わしたことは言うまでもない彼らはそれまでお互いが同じようにお静様の事件についてここに来合わしたとは知らなかったのであるお静様は一人のことでございまして三人の方に同様にご縁組みをなさることはできませんその上この度のお話には 皆様にも何かお間違いがあるように存ぜられますと申しますのはこれでございますが田坂老人はぐんぐん一人でしゃべり立ててやがて手にしていた3枚の紙切れを膝の前に置いた親戚たちの目は一瞬にしてそこへ寄った何ですかそら久メイチの中央戸がまず座を滑らしてきた続いてゴン太のおじも 番頭の講演者も共に老人の前に額を集めたご覧のとおりですこんなことが事実ありうべきでしょうかないでしょうかどうかいま一応皆様の口からこれらの方へお尋ねが願いとうございます老人は笑うような口調で言ったそうそう 者たちはしばらくの間その紙切れを見つめるばかりだった問題の紙切れというのは各犯人を老人が回って署名・捺印させた申立書なのであった捺印は皆母印になっていたすなわちまず 万頭久蔵の分はあの一週間の間私は店の次の六畳へ休みましたご主人がお立ちになった翌日の夜二時ごろ用弁に起き廊下へ出ましたがふとおしずさまの部屋へ行ってみたくなりそっと離れを伺いましたところばあやさんの姿は見えずおしずさまが一人お休みでございましたので つい前後の考えもなくお静様は決してお拒みになりませんでしたそれからご主人のお帰りになる前日まで私は舞を通いました自分の部屋へ帰ってくるのはいつも3時過ぎでございましたばあやさんはいませんでした次に大学生の分 僕は店から二部屋奥に寝ていたおじさんが立った翌日の夜2時頃用弁へ起きて廊下へ出たが何かおしずさまのフグがいとおしくなってそっと行ってみるとばあやさんは見えずおしずさまが眠いやらずもだえていた僕はなんだかたまらなくなって前後の考えもなくそこへ入っていったがつい お静様は決して拒まなかったそれから毎夜おじさんの帰る前日まで僕は通った部屋に帰ってくるのは大抵3時過ぎであったばあやさんはいつもいなかった最後にあん馬の久米イの分が私はお店の階段下の部屋に休ませていただいておりました ご主人様がお立ちになった翌日の夜2時ごろ用弁に起きて廊下へ出ましたところ突然にそっとお静様に捕まえられましたそしてお部屋へお供をしましたお静様は3時ごろまでお話しくださいませんでしたばあやさんはいらっしゃいませんでしたそれから5日の間 毎夜便所のところでおしずさまにつかまえられお部屋へお供をしては3時すぎに帰りました」というのである部屋こそ違っておれ言葉こそ変わっておれ3人がおしずさまに接した時間日時通路皆同一の申し立てではないかゴン太のおじは苦笑いをした久米市の中戸は腕を組んだ そして急造の講演者は分からぬわけを口の中でブツブツ言った要造紙の片方にだけ微笑があったそもそもこの馬鹿げた矛盾は一体何を説明するものであったろうか十ん馬の久米一はそのさいづち頭を傾けて 田坂老人の前にかしこまっていた。のろりと垂れ下がった。青いブドウの実のような片めが不気味だった。廊下のところで、あなたを捕まえた相手というのがお静様だとはどうしてわかりましたな。老人の口調はいつになく重々しかった。どうしてとお尋ねになりますと、ちょっとお答えに困りますが、第一何もおっしゃいませんでしたし。 久米一の後編にさみしげな薄笑いが漂っていた黙っていたからそれでお静まだというのですないえ,えいえお召し物の様子でも分かりましたし久米イは慌てていった老人は重ねて聞いたでは着物がちりめんだったからそれで相手がお静まだというのですないええ 特別それだからというのではございませんただそんな様子からきっとおしずさまに違いないと。ではおしずさまだったかおしずさまでなかったか確かなところはわかっていないのですね。いえそれはでも女の人に若い女の人に捕まえられたことは間違いございません。 久米は老人の言葉に押されてついおしずまをただの女に変えてしまった老人の言葉は鋭かったちりめんのよぎを着てものを言わない若い女はおしずま一人ではありませんからなこのあともよく注意してくださらねばいけませんあなたを捕まえた女はほかにありますおしずまは少しもご存じのないことです え、他に女か、あの私を捕まえた女がそそれは確かでございますかどんな娘でございますか久メイはがく然とした様子で見えない両目を老人に見張り片手を空に泳がせていざってきた都合によればその娘をここへ呼んであげてもかまいませんしかし 前後の考えもなくおしずさまのことを口になさるなどは少し慎んでくださらないとな老人は静かに言ったそして久メイを一人残して部屋から出た女女おしずさまでない若い女久メイは不審と驚きをごっちゃにした姿でじっと 頭を傾けていたどうも誰の考えるうそもあまり変わってはいないのでございますな私もあれほど3人の申し立てが符合するとは思いませんでした翌日の夜2時ごろなんてあまりに常識ついておりましたな 偶然でしたがまずまず分かることが分かって私も安堵いたしました老人はそう言って朗らかに笑っただが養蔵師の表にも奥さんの顔色にもまだ和みきらぬ何かがあったお骨折りくださって誠にありがとうございましたおかげであれから久蔵の方もお父の方もどうしたのか何とも言ってまいりませんなるほど やはり道理には勝てないのでございますなあ。くまで自分が信じているのだったらたとえあんな不号が出てきたとしても事実は事実としてどこまでも頑張るはずでございますが自分で嘘ということを知っているからあんな申し立手書を見せられてはお互いにもうどうすることもできないのでございましょう。実は私もその様子をそれとなく見ていたのでございました。 いやそれで万事解決がつきました番頭も大学生も決してお離れへなど言ったのではございませんではあの久米市が奥さんは説明しがたいような苦しい表情をした養蔵師もやはりそうだったのかと一瞬落胆の様子を見せた老人はゆっくりと言ったいやあ いもそうではございません。えあれは女中のおみよさんがいたずらをしてくめいちがそれをおしずさまと勘違いしていたのでございます。これは私がじきじきおみよさんの口から聞き出したのですから間違いはございません。まあおみよがそうです。 番頭と大学生の申し立ては全然嘘で久米市はおみよさんにおもちゃにされていたのでございますなおみよさんはたびたびお花れへ行っておしずさまの様子を何もかも知っていましたからなではおしずと関係した男は奥さんの表情は生き生きとしていた養蔵師も老人の顔を熱心に見つめた 十二奥さんは死んだばあやさんにおしずさまと純三さんの話をなさったことはございませんか老人はほほ笑みながら聞いたええー、それは二三度話したことがございますそれではあの純三が純三だったのでございますか蔵子も息をのむように言葉を添えた お察しのとおりですばあやさんが気を利かして二人を一緒にしたのだそうでございますこれも私がじきじき順三さんの口から聞き出したのだから大丈夫ですそうでございましたかまことにどうも要蔵氏夫妻は改めて老人の前に頭を下げた老人は重ねていった どうもばあやさんがお離れにいたのは間違いないのでございますからそこへ自由に出入りのできるものはちょっとほかにはないと思いましたからな純実ならずして寂しかった岡本家はにぎやかになっただが矢打ちの人の数は少なくなっていたすなわち番頭の久増と女中のおみよが暇を取ったのである ただし一言書き添えておきたいことは女中のおみよは田坂老人から相当な謝礼を受けて久米市ならぬ愛しい人のもとへ嫁いだのだった田坂老人のところへは岡本家からまた別に純蔵から莫大な謝礼が来ていた